もう一人の僕、相棒、カメラが壊れた。なんだと。どうもこんばんは、眠れない男ゆうちです。このチャンネルも4周年、気分も一新しながらアマテラスレガリアを作っていこうと思ったのだが、カメラがヤバいぜ。本体ではないがレンズがいったっぽいぜ。だが俺はデュエリスト、考えはある。カイバー、ふーん、なんだゆうち、ちょっとそこで跳ねてみろよ。やはりな、お前結構持っているだろ。それでちょっくら買い物行ってきてくれよ。ふざけるな、貴様俺に命令をするのか。だが行かなければ貴様のブルーアイズはどうにかなっちまうぜ。遊戯、貴様。仕方ない、先生お願いします。くそ。よろしい。さてこのチャンネルは美少女プラムとガンプラを使って何かをするチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。今日作るのはアマテラスレガリアです。早速素組みして見ていきましょう。カイバがレンズを買いに行っている間に素組みは完成。いや、さすがスサノボディドスケベですね。腰周りのハイレグは何度見ても素晴らしい。さらにこのアマテラスの胸元がスサノオと違って和服っぽいデザインになっていて、しかも見てくれよ、この8切れんばかりの胸、ドスケベですね。しかもスサノオ草原などとは違って背中のパーツが肌パーツになっている。もうここだけで変態プラも確定ですね。だがまあ男だからついつい胸ばかり先に目が行ってしまいがちですが、見てください、この顔、完全にメスの顔、誘ってますね。まあこの顔から先につけて眺めたせいで真面目な顔と笑顔の顔があるんですが、メス顔のせいでどうしてもニコマ落ちを連想してしまいますよね。あと髪の毛なんですが、髪の毛は可動の邪魔にならないような構造になっており、しっかり首を縦にひねることができ、さらに後ろの結びはなんと二重関節、渋みもよくとても動かしやすくなっています。あとこの状態での可動範囲ですが、そこまでスサノオボディと変わってるってわけではないので、まあいつも通り柔軟に動かせますね。そして次に追加武装、武装類はいつもの女神デバイスに比べればまあ少ない方なんじゃないかなって思ってます。そしてしかもこの武装類、取り付けも簡単で、しかも取り付けた後もかっこいい。しかもなんといっても素体状態の露出を押さえつけないような武装の取り付けをしていて、ドスケベな出来になっているってわけです。さらに今回の武装状態はいつもの女神デバイスとは違い、ガッチガチのメカメカしいデザインではなく、全体的に和風テイストなデザイン。しかもこの和風がただの和風のデザインではなく、パーツの形が全体的に布っぽい表現に作り込まれているのがとても綺麗です。しかもこの布みたいな表現をしたこのふんどし、これがまたたまらんですね。プライズフィギュアを手に取って眺めるより、なんでしょう、自分の手でふんどしをつけるこの感覚、急に目の前のビプラがエロくなる、最高のディティールだ。ちなみにこのふんどしは上下に稼働することができるので、ポージングの邪魔にならないようになっています。しかも後ろの布はポージングに合わせて短いのと長いのを選択可能になっています。最後に武器の紹介、武器は1本長物の杖があり、このまま持たせてポージングを決めることができるのですが、先端の部分を取り外すことが可能で、このパーツがなんと頭部の飾りにすることができます。そして貧弱になった武器には腕の袖の下にあるパーツを外し、武器に取り付け他の形態を楽しむこともできます。さて大体のレガリアのいいところはこんな感じ。股に布をつけたりして股のラインを隠してはいるが、その布のせいで変態度は上がるこのレガリア。こんなキットを平然と店に並べる変態ジャパン、さすがだと言いたいところだが、さすがだぜ。最後に気になる点を少しだけ見ていきましょう。ま、気になるって言っても誤差ですね。この武装状態の肩、この武装状態の時角度によって少し重さに負けてしまう感じがありますね。そこまで気になるほどではないです。さてアマテラスのレビューはこんな感じ。今日はスサノオの時はバンシー覚醒から、そしてユニコーン NTD モードならば、アマテラスはその2機をいいとこ取りした塗装にしていこうと思うぜ。ではその前の下処理いくぜ。
まずはミスターセメント SP を使い、気になる合わせ目に溶剤を流し込み、両サイドを強く押さえつけ、中から出てきた溶剤をよく乾燥させます。その後、スポンジヤスリ250番から600番で表面を整えます。これで合わせ目は綺麗になりますが、合わせ目を消したりすると、後ではめられないパーツが出てくる。それが足の部分です。この部分は上部の部分をカットして、上から被せるように後はめ加工していきます。カットした際、表面が粗い場合は棒ヤスリなどで表面を整えます。合わせ目処理が終わったら、タミヤエポキシ造形パテを使い、後ろの背中にあるスタンド用の2つの穴の上半身の部分はあまり使わないため、パテで埋めてさらに露出を増やし、綺麗に、そしてスケベにしていくぜ。ちなみに合わせ目消しをしても少し段差ができてしまった部分には、このパテを使い表面をさらに綺麗にします。そしてプラモの宿命パーティングラインにはデザインナイフでカンナ掛けをします。ラインが消えるぐらいまでカンナ掛けをしたらヤスリで表面を整えます。これをするとプラモの表面が綺麗になるので、塗装をした時も綺麗な仕上がりになります。さらに細かい部分にはなりますが、このマントの裏側につく武装は少し先端が丸いため、棒ヤスリなどでシャープにしていきます。できたのがこんな感じ。これで塗装した時より綺麗な仕上がりになります。最後にモールド関係、既存のモールドには 0.1 ミリのタガネでモールドを掘り直して墨入れをしやすくしていきます。掘り直した部分にはバリが出てくるので、爪楊枝で少し擦るとバリを落としやすくなります。爪楊枝で少し擦っても表面の粗さは少し残るので、最後はしっかりヤスリで表面を整えます。さらにふんどしには今回違う色を乗せたいため、追加モールドを掘り込みます。まず掘り込む部分にシャーペンで当たりを引き、そこにデザインナイフで軽く切り込みを入れます。その後 0.1 ミリ、0.2 ミリの順番でモールドを掘っていきます。最後にしっかりヤスリ掛けをしたらこんな感じ。これを前のふんどしなどにもやっていきます。これで大体の下処理は終了。一度細かいチリやゴミを洗い流し、よく乾燥させたら塗装、行くぜと言いたいところだが、今日はまだ新兵器があるぜ。カイバーあれを。今回はこの YourLife さんからいただいたウォーターブースを使い全塗装をしていくぜ。たまに大掃除動画なんかを上げたりすると、この俺のブースがゴミだの汚いだの散々言ってくれた視聴者がいたが、とうとう新品でかっこいいのが届いたぜ。ふーん、実際その通り貴様のブースはゴミだったと言うき。言い過ぎた。本動画では使用中の映像や使用後の感想も語るのだが、別の動画のこちらで細かく取り扱いや使用感覚を解説しているので、ぜひチェックしてみてほしいぜ。今度こそ塗装行くぜ。まずはガイアマルチプライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせます。次にミスターサーフェイサーグレイを使い、全体を灰色に塗ります。その上から一部パーツはコバルトグリーンを塗り、さらにその上にグラデーションでスカイブルーを塗っていきます。そしてさらにその上から純色シアンで先端と根元を濃いめに塗りつつ、全体を軽く塗っていきます。最後にプリズムパステルミントグリーンブルーを使い、リボン以外をメタリックっぽく仕上げます。このパーツはこのままよく乾燥させてからマスキングをしていきます。次にピュアブラックにパンツァーレッドとコバルトバイオレットを混ぜ、インナースーツを塗ります。そして足やお腹周りには100均で買ってきたネットをかぶせて、ファレフォのブライトブロンズを塗ります。塗るとこのように金色の足になるのですが、ここでインナースーツの塗料をグラデーションすることにより、綺麗な網タイツ表現の足になります。ちなみに一部は少しだけ色味を調整し、黒紫色で塗装します。武器や装甲パーツにはフレームメタリック1を使います。しかし頭の装飾だけはパールカッパーで金色に塗ります。服やマントにはピュアホワイトにコバルトバイオレットを少し混ぜ、白く塗り上げ、よく乾燥したらマスキングをし、色味を調整して2段階に塗り分けします。肌や髪の毛にはサーフェイサーパステルピンクを使い、その上からノーツフレッシュとフレームアームズガールカラー FG03 を混ぜ、肌色を塗ります。さらにその上からクリアベールブラウンを使い褐色を塗ります。そしてこの塗料はクリア塗料なので、陰影をつけたい部分は重ね塗りをしていきます。髪の毛にはピュアホワイトとオレンジイエローを混ぜ、髪の毛を塗り、ハイライトとしてピュアホワイトを塗ります。
その上にトップコートのクリアで髪の毛をコーティングします。そしてその上から陰影を大雑把に塗るのだが、大雑把に塗ると陰影とハイライトがはっきりしないので、メラミンスポンジを使い塗りすぎてしまった部分をこすり取り、陰影とハイライトをはっきりさせます。だがこすりすぎると下地までこすってしまうため、こすりすぎには注意が必要っていうことだぜ。こすり取って陰影を調整した髪の毛がこんな感じ。最後にインナーカラーとしてパンツァーレッドを使い、裏面を赤くグラデーション塗装します。これで大体のエアブラシによる塗装は終了。ここからは筆による部分塗装。まずは墨入れ、タミヤの墨入れブラックを使い、ふんどし周りに墨入れをします。さらにホワイトのパーツにはファレホのグリーンフローレンスを使い墨入れをします。はみ出てしまった部分は綿棒で拭き取りましょう。口元にはエナメル塗料のレッドとホワイトを混ぜ、大雑把に塗ってから綿棒で調整します。その後付属しているフェイスデカールを貼っていき、顔以外のデカールには女神デバイスの賜物前で余っているデカールを少しずつ貼り付けます。デカールが貼れたらチーク、100均で買ってきた化粧品でチークを描いていきます。塗りすぎてしまった場合はティッシュなどでこすって調整するといい感じに整います。最後にトップコート、クリアとツヤ消しをハーフに混ぜ全体に塗っていきます。これで全ての作業は終了。これがユニコーンとバンシーを足して割った感じの塗装だ。今回のアマテラスレガリアはいかがだっただろうか。褐色塗装が久しぶりだったため塗っている時は相当テンションが高かったな。そして何よりもこの塗装ブース、とても使い心地は良かったですね。水を使っているので水滴を心配している方多いのではないでしょうか。俺もそこが心配だった。しかしそんな心配はご無用だったな。特に水に関して塗装に影響することは一切なかった。それよりも便利なところがたくさんあって、中でも手元のライトはとても良かった。部屋の電気だけじゃ足らなくて、いつもスタンドライトを当てて塗っていましたが、その手間が省けるのはとてもいい。
その他メンテナンスもいいのだが、説明しきれなくなってしまうため、よかったらこの機材の説明動画を見てほしいぜ。さらに今回はカメラの不調によりサブ機を投入。映像の方はどうだっただろうか。もし映像の乱れがあったらコメントしてほしいぜ。さすがだと言いたいところだが、さすがだ勇気。だが、貸したカメラ代は返せ。ああ、任せな。金には考えがあるぜ、買えば。俺は、再び、ヤフーオークションに神を降臨させるぜ。何？神のプランだと。アマテラスレガリアをヤフーオークションに出品するぜ。日時は9月22日の夜から3日間で行おうと思う。日時の変更等があったら、Twitter や YouTube で連絡していくため、よかったらチェックしていてほしいぜ。それでは褐色最高だなって思ったやつはコメント欄にコメントしていってほしいぜ。またな。